西小泉駅は、群馬県大羅郡大泉町西小泉4丁目に、ある、東武鉄道、小泉線の駅である。駅番号は、TI46。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎は、ホームの南端、1番線の車止めの先にあり、ホームとはスロープで連絡している。パスも簡易改札機が設置されている。2番線の車止めの先には、 公衆トイレが設置されている。西側に使われなくなったホームがある。線路は残ったままだが、河川は撤去されている。当駅が立地している大泉町は、人口の1割以上が外国人であり、そのうちの半数以上がブラジル人である。駅舎は、ブラジルの国旗に使われている黄色や緑色を使用し、ブラジルタウンの玄関口であることを表現しており、隣接した。 大泉町の公衆トイレにもデザインしている。駅舎入り口には、ブラジルの国庁であるトゥカーノをイメージした駅シンボルサインが掲出している。また当駅の駅名看板や、校内の案内表示は、日本語、英語、中国語、韓国語に加え、ブラジルの公用語であるポルトガル語と南米において、主に使われるスペイン語の6カ国語で表記されている。 1.2番線ともに運転士に出発信号機が開通したことを知らせるメロディとして、リンドバーグの今すぐキスメが流れる。列車発車後も信号の現氏が赤に変わるまで流れる。2020年度の1日平均乗降人員は994人である。近年の1日平均乗降人員の推移は下表の通りである。駅北側には、 東武バスにし小泉出張所があった。後に出張所機能を廃止、単なる待機場となった。熊谷駅方面のバス路線は、その後東武バスから朝日自動車に移管され、朝日バスの待機場として使われていたが、現在は取り壊されている。朝日バスは駅前の広場に乗り入れており、駅手前側に校車場、駅出口そばの横断歩道を渡った先に乗り場がある。 西小泉駅前、バスターミナルは、駅広場の南側県道142号を渡った、先の西小泉駅前交番の裏手、花見月通りに面して設置されている。2005年から2016年までは、大泉町の町内循環バス爽やかが西、小泉駅前、バスターミナルに乗り入れていた。ありがとうございます。